極拳マイナス37度の朝です。37度、ただ一人、なんと美しく過酷な世界なのだろうか。海に落ちました。死ぬかと思いました。この大地では威厳とか尊厳とか、一晩なんとかソリの中で一晩明かして、昨日氷から這い出て、人の意図などまるでお構いなく、ただむき出しの大自然が存在しているだけであって、震えながら一晩過ごしました。さっき救助要請を呼んで、そろそろヘリが来るはずです。生と死の境界は曖昧であり、死ぬかと思いました。だからこそ生は輝きを増す。阿部正達、よっしゃ、レッツゴー。ああ、冒険家。いや、冗談っぽくやってるけどマジ怖いんですよこれ。一回落ちて死にかけてるんで。くー、あ、よだれ出てきた。そして彼のもう一つの顔は人力車車夫である。そんな彼が今挑戦している冒険、それが力車ジャパントラバース。全国68カ所、旧国68カ所の一宮を参拝して、人力車を引いて6000キロを歩くというチャレンジです。で、それで今やりたいのが南極の遠征なんですけれども、その南極の誓いをですね、全国の一宮で立てるというものですね。その先に彼が思い描く夢とは。100年前の探検家の白瀬中尉の足跡を伸ばして、南極点までソリを引っ張って到達するってものなんですね。そのことで人の夢というのが100年以上経っても受け継がれていくということを証明することが僕の一番の夢です。そんな彼が生き方を通して伝えたいこととは。僕が伝えたいっていうのは、こう夢を追うっていうことってすごく素晴らしいことなんじゃないかなってことを伝えたいんですね。夢ってもちろん努力してもうまくいかないこともありますけれども、そこで出会えた人だったり瞬間っていうのはやっぱりすごく美しいと思うんですね。だから夢を持つことが素晴らしいってことを、僕の経験と僕の体験の中から多くの方に伝えていくというのが僕の本当に使命として思っていることです。真っ白なキャンバスに自由に絵を描くよう、人生は自由であってあなた次第である。目の前に広がるその場所で、あなたはどんな夢を描きますか。